おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、このビーズクッションからお届けしようかと思います。ビーズクッションね、このビーズクッションってすごくいいんですよ。このクッションの中にビーズが入ってて、このね、どんな形にもなってくれるんで、非常にですね、負担のない椅子になるんですよね。これはちょっとね、楽すぎて、ちょっと人間ダメになるかもしれないですね。普段座ってるのがこのバランスボールなんですけども、バランスボールは体幹がまっすぐになるんで、ものすごく健康にいいんですよね。このビーズクッションは楽になりたいだけのためのものですね。もうこうやってね、映画を見たりとかね、書類ごとやったりとか、自由自在でございます。もう部屋が散らかっちゃいます、これやってると。今週も終わりますね、金曜日ですね。皆さん8月いかがでしたか？ちゃんと夏休み遅れました？私はね、ナイト2000から始まってっていう感じですけども、まあナイト2000に終わるかなと。8月の半ばはちょっと雨が多かったんで全然走れなかったんですけども、まあでも6月にね、納車いただいて、トランザムの方、なんかその洗車ばっかりしてたんですよね。あんまり乗れないんで、暑い日は乗れないんですよ。でそのトランザムの動画発信をすると、トランザムのその視聴者さんというかね、仲間ができてっていう感じで、すごく良かったなと思います。なんかね、その新しい道を歩み始めると、やっぱ新しい道の旅をね、一緒に続ける人っていうのはできてくるもんですよね。まあ金融系のお話をしたりとか、暗号通貨系のお話をすると、まあそういったことに興味がある方が寄ってきていただきますし、まあお金を稼ぐっていうこととかね、健康だとかね、あとは40代の婚活とかね、婚活は私してないんですけども、まあ、結婚して家庭をマネジメントするとか、最近はカップラーメンの動画でもなんか、コメントいただくことがあってね、嬉しいなと思います。まあ、どんなものでも、やっぱ人の暮らしに関わることって何かしらの、ね、共通点があるもんだなと思います。で、おはようございます、玉木さん元気ですか？いつもありがとうございます。いやー、玉木さんのね、動画も拝見してますよ。で、玉木さんの動画昨日上げたんですけども、あげたっていうかね、私の方でもリンクを、まあ、動画説明欄に入れたんですけどもね、玉木さんのね、動画もこうご覧いただいて、皆さんにね、クーちゃん、ワンちゃんね、ワンちゃんのワンワンって泣いたりしないんですかね。皆さんは動物飼ってますかね。まあ、今日はこんな感じでラフにお届けしてますけども、特に今日はテーマなしで、ジャパネット高田しましょうか。私はね、ジャパネット高田が好きで、こうカタログが来るとね、もう見てしまうんですよ。で、必ず買ってしまうんですよ。こうやってなんか、ご飯のお釜も下取りとかね、下取り増額って書かれると、買わないと損かなと思っちゃうんですよね。 5.5 だけか。まあ我が家も子供が生まれてくることを考えると、今度は新しい電気釜をね、10年のスパンで買ってもいいかなって思うんですよ。まあ消費の先送りですか、先送りじゃなくて先取りですかね。まあ掃除機はもういらないんで、私雑巾がけしますんでね。でマッサージチェアも買えるんですけど、場所がないですよね。これはね、場所の問題があるんですよ。で冷蔵庫は買いました。今きちっと使わせてもらってます。でエアコンも3台ぐらい買ったんですよね。この家にはエアコンがなかったんで、順番につけていって、本当になんか所得に応じて家の中がいろいろとできていくみたいな感じですけどね。だから10万円しないんですよね。で3社なんで、シャープとかプラズマクラスターとかダイキンとか白熊くんとか、いろんな会社の1台ずつ買いました。リモコンも混乱しないですから。でこの電子レンジみたいなのがあるじゃないですか、これも買ったんですよ。これがね、なんかね、すごい種類の料理がワンタッチできていいですよ。本当にすごいです。これただね、温めるだけのもんじゃなくって、調理器なんですよ、これが。なんかラザニアとかできちゃったりするんですよ。作ったことないですけども、ハンバーグとかもできるんですよ。この中に入れるだけでできるんですよね。ここに書いてますけど、すごいですよね、最近は。だからまな板を使わなくてもできちゃうみたいな感じです。もうお鍋とかもいらないですよね。でパソコンはもうこういうところで買うと損なんで、パソコンに関してはこういうところで買うと損なんで買いませんね。ただこれから始める人は損ではないです。1台目として買うんだったら、中学生になったプレゼントにパソコンを買ってあげるんだったら、このセットがすごくいいと思います。で冷蔵庫はね、家のサイズに合わせて使
使われたらいいんじゃないかなと思いますよね。冷蔵庫ね。で今度狙ってるのがね、この洗濯機なんですよ。洗濯機もやっぱり10年とか20年使えますけども、ザブーンとかね、洗濯機、9キロサイズとか10キロとかいうのをね買ったりとか、最近はこの乾燥機付きのもあるんですよね。119,800円、安いですね。で私ね、ドラム式洗濯機を使ってたこともあるんですけども、これねものすごく使いにくいんですよ実は。だからもう二度と買わないと思います。あんまりヒットしない理由も分かりました。これはねやっぱこっちの方がいいです。天井から穴があって、これはね案外使いにくいですよ。で下取りも使いにくいんで、ただ同然でしか取ってくれないんですよ。で私のやつはね、プラズマクラスターじゃないなんかだったんですけども、アクシアかなんかですね、忘れましたけど、ね20万円ぐらいで買って3年使って下取りが1万円とかですよね。まあそんなもんなのかな洗濯機は。でテレビはあそこで買いました、コストコで買ったんで55型を5万円ぐらいで、ジャパネットとかとも安いですね、79,800円ね。まあ、こんな感じですよね。で私がねもうこれは絶対狙うぞっていうのがあるんですよ。あまり知られてないんですけど、ジャパネットとかってこうやって船の旅もやってるんですよ。船の旅ね、これがね29万8000円、28万9800円か。で9日9泊10日この船の中で過ごす。で10カ所のなんか港によるんですよね。10カ所じゃないか、那覇とかね、台湾とか宮古島とか鹿児島とか、台湾行くんだ、いいな。でここに船内のアルコールドリンクが無料、ずっとですよ。シルクドゥソレイユ監修が無料、船内でいつもパフォーマンスやってます。朝の朝食サービスが無料、寄港地での循環バス利用は無料ということでね、無料プランもだん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 入っていて、このバルコニー席とかねいいでしょ、とっても、これちょっと行きたいですよね。こういう風に日本を回ることになってます。豪華客船で行く船の旅、船も一流だったですよ。これ MSC ベリッシマっていうやつですね。これをね子供が2歳ぐらいになったら行こうかなと思います。ですんで、2022年ぐらいまでこのプランがあればいいんですけどね、これ行く時もちょっと速稼塾の皆さんとか ね視聴者の皆さん一緒に行きませんかみたいなオファーかけようかと思います。私が別に儲かるわけではないんですけども、どうせ行くんだったらね、友達がいた方が、知り合いがいた方が楽しいんで、一緒に行きませんかということをねやっていこうと思います。いいですね。ということで夏休みを楽しみながら、未来のこともね、将来のことも考えていきたいなと思います。正味な話、お金とか時間がないとこういうね夢も本当の夢になっちゃいますんで、実現させるためにしっかりとねやっていきたいと思います。それでは本日もありがとうございました。